どうもこんにちは、日曜日いい天気ですね。まあ天気が良くても別にそう 僕には関係ないんですけど、まあ金がないけど金ないけどゲオのセール行ってきました。また金ないのにでまた買ってしまいました。まあ、今回は DS メインで買いました。 DS メインでね、 DS が欲しいのがあったんでいっぱいね、まだまだあったんですけどお金が足らなかったんですよ。お金が全然足らない。ね、買ってきたのはこれ、まず XBOX ONE を買ってきました。それほどね、まあサッカーゲームが好きっていうわけでもないんですけど、まあ安かったんだよね、セールで買うしかないでしょう。で次が PSP もね悩んだんですけどね、どうしようか、今回はパスするかどうしようか悩んだんですけど、あまり見かけないソフトを見つけたんで、もうこれは買わなしゃあないなと思って買いました。激戦国無双、無双シリーズはよくね、見かけるんですけど激戦国っていうのは初めてだったんで、買って しまいました。次がまあね、欲しいのみんな買うってなったらキリないからね、どっかでストップかけなダメなんでしょうけど、後ろ髪引かれる感じで帰ってきましたね。鉄拳3、あ、鉄拳 PSP の鉄拳ベスト版、買いました。疲れた、それにしても疲れたわ。やっぱねお金が山ほどあればね悩まずにポン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 と買えるんですけど、限度額があるんでね、だからどれか買ったらどれかやめなあかんっていう状況だったので、バトルロボット魂
これも初めて見たんでね、買っちゃいました。Xbox One と PSP はこんだけ。あとは DS ばっかりなんですけど、まあペット育成シミュレーションゲームが僕は好きなんで、それを中心に買いました。まあ YouTube 受けするかなっていう気もして、かわいい子犬 DS3、 これはね1枚僕持ってるんですけどね、もう1枚ぐらいあってもいいだろうと買いました。で次が猫猫ベーカリー DS、 まあパズルゲームですね。これはパズルゲーム、そして7、映画好きだったんですけどね、まあ中島美嘉ちゃんも好きなんで7を買いました。であとはちょっとケースなしばなんですけど、夢猫 DS、 夢猫 DS、ペット育成シミュレーションゲームですね。で、ペットキャッツ。ペットキャッツ。これ、犬と馬と猿は持ってるんですけどね、猫だけ持ってなかったんで、買っちゃいました。もう、ケースなかったけど。で、プリキュア。フレッシュプリキュア YouTube でやろうと思ってね。でまたまた2人はプリキュア、プリキュアいっぱい出てるんですよね。やっぱ人気ソフトやから、ちゃんと何持ってて何持ってないか把握しといてよかったなと。で、ハートプリキュア。で、スイートプリキュア。で、かわいい子猫 DS3。で、かわいい子猫 DS2。 DS2 は僕ケース付きで1本持ってたんですけど、まあこれも2本持ってても、いいなと思い変えました。こんだけかな。 DS は全部で何本買ったんかな。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11枚、11枚買いました。全部で11枚と4枚で15枚買いました。
もうお金ありません、大ピンチです。まだまだ欲しいのあったけど、もう仕方がないです。それでは皆さん、さようなら、バイバーイ。